パワーレンジャー侍はアメリカ合衆国のテレビドラマ。日本の特撮テレビドラマシリーズスーパー戦隊シリーズの英語版ローカライズ作品パワーレンジャーシリーズの第18シーズン第16作目にあたる。日本で2009年に放映されたスーパー戦隊シリーズ第33作侍イ戦隊シンケンジャーをベースとしている。パワーレンジャーシリーズ初のハイビジョン制作の 作品である。第1シーズンは2011年2月7日から同年12月10日にかけてニコロデオンで放送。2012年2月18日から同年12月15日まで第2シーズンとなるパワーレンジャースーパーサムライが放送された。各シーズン全22話。2009年のパワーレンジャー RPM の終了後。 ディズニーは新作の制作を中止し、2010年はマイティモーフィンパワーレンジャーのリマスター版を放送していたが、2008年から行われた交渉の末、2010年5月にシリーズの権利はディズニーからサバンキャピタルグループに移り、東映と新シリーズの制作配給契約を結ぶ。サバンキャピタルは本シリーズを買収した際に、 ブランド管理会社サバンブランドを設立。同社が本作以降のシリーズの配給を手掛けている。配給会社の変更に伴い、放送局も ABC 放送などのディズニー参加の放送局からニコロデオン系列へ変更された。制作はサバンブランドとニュージーランドオークランドのパワーレンジャープロダクションが手掛ける。サバン側の意向により、本作品以降、 パワーレンジャーシリーズは2シーズン制となり、一つの作品を2年に分けて放送する形式となった。シリーズ初期作品の雰囲気を出したいという意向から、マイティ・モーフィン・パワーレンジャーから、ロスト・ギャラクシーまでバルク役で出演した、ポール・シュリーアーが同役で出演、SPD で役の狩猟を演じたレネ・ナウファフや、ワイルド・フォースでレッドを演じたリカルド・メディナ・ジュニアなど、 パワーレンジャーシリーズ出演経験者が、レギュラー出演にしている。スタッフ面では、マイティ・モーフィン・パワーレンジャーから、ワイルド・フォースまでプロデューサーを務めたジョナサン・ズワクワーが、制作葬式を務める。ズワクワーが、小林安子の脚本を好んでいることから、基本的に物語の大筋は原作に沿っており、カット割りなども原作に忠実に作られて、 イカルがレンジャーたちは、レッドと他の4名の間には、主従関係はない。2010年夏から番組制作が始まり、2011年6月13日に、クランクアップした。芝ハウスで侍としての修行をするチームメイトたち。1話時点で、結成済みの状態。サンズの川に浮かぶジャンク船から現れる、モンスター集団。 人間たちの涙で川の水を溢れさせ、少女の世界に乗り込んで支配しようと目論む。サムライレンジャーの操る式紙。レンジャーがそれぞれ所有しているものは、ホールディングゾードと呼ばれ、エンブレム形態から動物形態へと展開する。蝶のサムライシンボルにより巨大化し、豪のサムライシンボルによりメガゾードへ合体する。 原作のコクピットの金描風などの描写がアメリカ人には理解しづらいことから SF 風のコクピットのセットが新規に作られている。死者を見た放送局の判断で第3話として制作されたサムライレンジャー三条が第1話となり本来の第1.2話はオリジン特番として後から放送された。ゲストキャラクター発売元はすべて投影ビデオ。 他に、充電戦隊、恐竜ジャー DVD ボリューム8と、サムライ戦隊真剣ジャー、コンプリートブルーレイ12第1シーズンの第1話が、特典として収録されている。すべてバンダイナムコゲームスからの発売。すべてサバンブランドからのリリース。イギリスでは2011年5月7日からニコロデオンで放送され、関連商品の売り上げも、好調とされる。 フランスではグリで放映され、平均視聴者数が31万5000人を記録し、4歳から14歳までのキッズアクション番組の視聴率1位を獲得している。メキシコでは2011年7月11日からニコロデオンで放送。インドではドリームシアターがサバンからライセンスを取得し、2012年からニコロデオンで放送。 日本では2013年にパワーアレンジャー日本語吹き替え版プロジェクト第3弾として日本語吹き替え版を制作パワーアレンジャーサムライのタイトルで同年12月3日より東映チャンネルで放送後2014年2月11日から続編スーパーサムライが放送されたありがとうございます